ニコライア・アビルゴールは、デンマークの新古典派の画家、彫刻家、建築家である。コッペンハーゲンで生まれた。父親は、博物画家、博物学者、考古学者の精錬・アビルゴールで、デンマークの動物に関する著作や、デンマークの母碑などの調査をした人物で、兄に、獣医学校の設立者、ピーダ・クリスチャン・アビルゴールがいる。 1764年から1772年までデンマーク王立美術院でヨハン・マンデリベリやヨハネス・ビーデベルトに学んだ。1771年に奨学金を得てローマに留学した。1777年にデンマークに戻りデンマーク王立美術院の教授となり、1789年に美術院の会長となった。代表作は クリスチャンス傍城に描いた壁画であったが、これは1794年の城の火災で失われた。歴史画のほか、神話やジェームズ・マクファーソンのジョージシ、オシアンやシェイクスピアの作品などの場面を題材とした。彫刻の分野でも働き、有名な彫刻家、ベルテル・トルバルセンは、アビル・ゴールの下で芸術活動を始めた。ありがとうございます。